ロ級超えちゃったらいかんですね。中性脂肪や、急に上がると。YouTube 何で検索したら見れますか？私は赤間塾、赤間塾、あじさい祭り、あじさい祭り、ただ出てきた。ちょっとやん、背中と。油断してますね。気をつけとこう。そうそう、6キロは。お腹に力を入れて座ってみよう。そうそう、ほんと。そうしとかな。取られようよ、みんな。そうです。じわーっと背中が映っとるんですよ。指を刺したりとか、線とか。怖いから。ペタッと取ってた。あー、いるでしょ。親が苦しない子供だけ預けてね。ああ、そうそう、疲れますもんね。大丈夫ですか、ダメな人見てください、みたいな。いいお話。脱いで逃げてる親子。知られたくない。そうなんだ。うん。だけど子供会にも入られんとかね。ああ。会話に行ってからびっくりした。盛りすぎました。いや、でも可愛い。いや、可愛いですよ。いいです。うん、可愛い葉っぱですね。はい、さっきおっしゃったのはこっち。こうですよね。あー、あ、いいじゃない。これもいいですね、ほんとね。生地がいいって言ったのはこっち。あ、こっちのが合いますね、やっぱね。うん、優しい感じが、ね、自分の洋服、普段着てる洋服のイメージと合うかなって考えて。で、鏡がそこあります。あ、はい、ちょっと悩んでいいですか。はい、はい。本当素敵。すごいね。いや、今日はなんかね。あ、いいですね。明るくていいね。うん、そっちがいいね。緑、明るくてよかったですね。ね、これね。こっちにしようか。うん。はい。ちょっと緑入れたらどうかな。でもこっちの方がこう、上から白い。カジュアル使いに。こっちの方がいい。そうですね。それ緑じゃダメ。ちょっと大人が置いているんじゃない。こっちだな。これはね、こっちの方がいいかな。もう一回、あれ鏡、ほら、鏡見て、見て、見て、自分のお洋服と合うかどうか確認されて、うん、明るいのです。で、隙間にまたビーズ。こんにちは。どうしよう。早いね。珍しくね。集中するんですよね。スタートが早かったから。いつもだいたい私遅いんですよ、作業が。彼女の方がもうバンバンバンってかっこよく。ああ、私と同じタイプですね。ゆっくりなんですね。私ゆっくりなんですよ。とろいんです。あ、嬉しい、可愛くなった。ジガジさん、ジガジさん、可愛いよ。あ、本当可愛い。なんかディズニーのね、キャラクターがかぶってそう。あ、本当ですか。ハワイのアニメで。本当その黄緑の方が可愛く見えるね。こっちがいいですね。なんか、うん、確かに。なんか緑だと大人っぽくなって、うん、大人っぽくちょっと、うん、なんかイメージがこっちのが合う感じ。可愛らしい感じだね。そうですね。よし、葉っぱだけ先に出て。顔に合わせなくていいです。はい。じゃあここまで終わりなの。終わりだけおばちゃんにさせてくれる？で次ここのビーズに入るからね。おばちゃんだけちょっと玉結びしてね。ギュッて止めるけんね。うんうん、かぶってていいよ。こんにちは。ただね、ここにこう並べていき、ちょっと先生、白っぽい紙持ちじゃないですね。紙？うん、こうビーズをこう並べるのに色が。これ使う？あ、ちょっといいですか、はい、お借りして。うん、これの方がね、見えるよ、ビーズが。はい。ティッシュ1枚ついてるね。あ、そうやね。紙ナプキン。あ、紙ナプキン引こうか。うん、それなんか滑らんでいいかもしれん。そもそもね、うん、いやでも色味が可愛い。ちょっと待ってくれる？あ、ピンク悩んだ。ピンク悩んだ。でも味付けってほら、色が好きだからいいんですか？そうそう、どちらでも。
多分しまっとると思うけど鏡ってあっちここです。はい、悪くないでしょ、緑も、うんうん、わー本当ですね、またこれはこれで締まるんですよね、締まるのは締まる、自分の顔を締めてほしい時はそう、締めてほしい、そうなんです。あーこっち、あそうかもしれん、ね、見た目と違うんですよ、ね、こっちは締めて、そこまた面白いこっちにしてみます、うん、じゃあいつも生地はいいです、うん、ね、うん、けど鏡見てよかったですね、こっちですね、うんうん、これどうしたらいいですか、それね、もう糸止めてください。あ、止めます。あ、止めて。じゃあ切ってもらって。はい。で、ボンドで。塗るだけです。挟みない。あ、こあ、はい。紫が本当は好きなんですけど、ブルー今日は。紫が好きです、うん、いや、なんか素敵な色選ばれてるなと思って。取り替えたら1000円ですよ。そうですよね。そうですよね。一番早いですよ。確かに。だって1個作っていいかも、買う人に、はい、あ、そうなんですか、そうなんです、だってこれだけを家で全部できないでしょ、うん、はい、できないです、かもう一回来られたらいいですよ、あの月2回やってますので、あ、まだやってるあるんですね、ここで月2回やってるんですよ、いつも第2第4木曜日、でも揚げるのにもいいですね、なんかね、そうなんですよ、材料だけだったら500円で分けてるんです、帽子とかにもね、横につけてもいいと思う、これまだあれついてないやん、あ、じゃあ生乾きのうちにこれつけとってくださってもらえると、はい、どういう風につけたの、つけ方、これぐらいです、はい、はい、あ、はい、はい、2本取りで、はい、糸返しましょう、はい、それから出発する、はい、それから出発する、はい、よ、ちょっと宇宙に流れてる、うん、糸はこの糸でいいんですか、そうです、2本にしましょうね、はい、はい、お花があったやろ、今お花がないでやん、今こっから出したよね、うん、ここかな、次のところすいません、ベテランさんにお願いしてもらいます、ここにある、ここにある、 ありますね、あ、大丈夫です、はい、ここに入れて、はい、そうですね、そこに入れて、はい、これどこでも売ってるんですか、手芸屋さんに売ってあります、あ、じゃあそこ先に入れないと、あ、せっかく、そうでした、せっかく、そうでした、ね、通ってるのが、そうでした、はい、はい、ルメ塗り機です、本当ですね、いいの、芯が変えようか、うん、グリーンはいいよ、赤じゃなくて、いや、いや、赤がいいよ、刺しやすいやろ、今度はね、いい、いい、そのまま、うん、グリーンは赤、すごい、ビーズに悩んでやるんですね、うん、どうかなと、自分の、いや、言ったら言っただけ可愛くなるらしいですよ、そうなんですか、ほら、愛情が湧くから、うんうん、自分でずっと言ってあげないといけないそうですよ、可愛いして、で、中の点々をこれにして、うん、そうですね、この端を、うん、そう、そのつもりで置いてます、うんうんうん、ね、よし、葉っぱの裏も素敵ですね、またね、そうなんですよ、色を変えるのが好きなんですね、うんうん、表と裏が同じ色のはずないから、すごい、いい、うん、素敵、裏も結構いい毛で使ってる、ね、でもこれ釣りビナで活かせるかも、なかなか渋すぎて活かせないから、こういう形で生きればいい、
ゃあ葉っぱ選んでもらおうかな。この葉っぱが好き。さすが。それ。シュッと選んだ。二人やね。シュッと選んだ。はいどうぞ。ね、はい。じゃあ、ね、はい。何もマネージャー。てかヒュッて。迷いなしやった。マシぐらイメージがもあるんですね、うん、頭の。だってこれビーズ私一個も選んでないけど自分で全部、ね、中心のビーズも。そういうのね。うん。ちゃんとイメージがあるから。布が強いんですよ、うん、こういう授業が学校でね今持てないから、うん、時間が取れんけんね今ね。そうなんですね。お母さん見てください、これ全部自分でしてますよ。こんなにお家で黙ってなんか作ったことあります？お家ではないですね。ないでしょ。どこもいるから、ね、こういう才能がね、あるもんね。すごいよ。どこに？そっち。開花したね、今日でね。現在いい感じ。大きいビーズ可愛いね。キラキラ光ってね。可愛い。アナベル感が。上からワシワシと入れるかね。この辺にあっていいね。うん、上から重ねます。そしたらもうこっち側は止めんでもこっちに渡して、あ、でもくっついてる。止めた方が楽かも。うん、ここいった？止めた方が良さそうだな。だよね。なんか太鼓？そう、隣で。でね、スモージンクっていうのが始まるんですよね。スモー？うん。いいんだけどさ、喋れないんだよ。なられると。あ、YouTube にそこはカットしてね。わかりよった。いいんだけどね、聞こえなくなっちゃうのよ。説明が。そうそう、さっきの紫の上からできるだけ外側に、外側にね、うん、この引き分けて、そうそうそう、だんだん糸が短くなってきたね。肩こらん？大丈夫？鼻息が楽になるもんね、子供ね、集中しすぎて、集中してね、うん。ちっちゃい時は子供にさせたんですよね。あのカブトムシ作らせたんです。そしたらおるんやけど鼻息がすごいふんふん言ってた。子供一生懸命になると鼻息なんだ。かわいいわ。こうやって水滴をつけるサービスしてね、これキラキラしてもらおう。しようか。していい？あなたの。勝手にしていいかなと思って聞いてます。しますよ、おばちゃんが。いい？はい。普段は教室の時は葉っぱも作ってもらってます。今日は時間の都合上代行してます。はい。ありがとうございます。そうじゃないと大変、終わらない、うんうん、普通は生徒さんが葉っぱだけ買いたいっていうぐらいめんどくさいです。あ、そうなんだ。そうでしょうね。お花もカット自分でしてますよね。うん、あ、そうなんですか、うん、じゃあ老眼鏡持ってこないと見えない。時間があるからね、場所と、うん。ただ家でもう一回作ろうと思った時、向こうでそれで習った方が、ここはもうキューピー3分クッキング状態なんで、できたものがこちらにあります。って言われたもんね。かわいい、かわいい、かわいい、キラキラだったね。でもこれでも満足感がありますよね。で、はい、この中にちょっとしますよ。やった感が、ね、
ね。もう収納さんの葉っぱで。その満足感欲しいです。いいですね。いいですか？まだ何十パーセント？ 80% ぐらい。そうですね。もう85ぐらいで 80% 仕上がりです。あ、なるほど、頑張ってください。仕上げは先生です。状況は 満開です。いい感じ。妹が紫好きやけ、見たら羨ましがる、うん、ああ、そうね。なぜ紫が好き？ここに来る？嵐の松潤の役。ああ、そうなんだ。そうなの？嵐基地がいいやけ。へえ。さりげない水色が、ね、ここペンキ入れようとしてる、うんうん、だからまた本当だ、チラッと見えるその水色が、うん、急にアナベル感が出てきた、ほらほら、チラッと見えるね、多すぎちゃいかんよね、この色、うん、この色ここ使わんやったことない、ね、正解、リンク入れたいんでしょ、いや、リンク頭しつこいよ、ちょっと、時間帯ないから、いやいや、いいよ、いいよ、じゃあ、いいよ、じゃあ、私が言うのここの2個ぐらい経つ、うん、うん、じゃあね、立ちたいところに鍵を入れて、はい、ごめんなさい、結局全部やっちゃった、うん、いいえ、入れてるんですけどね、チラリッチ紫キュウマって、今日ね、ここランチお蕎麦があるんですよ、手打ちの、美味しいんです。で、十何人って予約が入ってるから、うん、もう早く食べた人、終わった人食べてた方が、こんなのを入れて、うんうん、すると、できてなんとなくこうほら、馴染むでしょ、すごい、ね、紫だけじゃなくて、やっぱこれよね、うんうんうん、こうじゃないでしょ、こうでもないでしょ、うん、これですね、あ、甘いな、これは、うん、でもこれつけてるから、うんうん、もう貼るだけ、ボンド、うん、もう手で軽く押さえたら完成です、うん、ちょっとこれはもう、あ、かわいいですね、これ斜面がない分、楽なとこもあるんです、ここ、うんうん、構築は不能やけど、針がね、そこに出して、もう一個ここつける、いいよ、あそこでいい、この向きでよかった、うん、その向き、私ちょっと白とかそういうの入れると、ちょっと歌が見えちゃう、色がいろいろ入っててもですよね、うんうん、なんか紫陽花だからいいかなって感じ、おお、できた、ちょっとこれ1000円じゃないぐらいの、すごいのができた、完成、わあ、素敵、あ、葉っぱもすごい似合うでしょ、あ、早い、ぴったり、イメージに、イメージが大事なの、何度も来ていただくとイメージが、で、ちょっとここ押さえとってください、はい、乾くときに引っつきます、はい、目のここやった、あ、すごい、カラフルショーじゃないか、咲いてますか、皆さん、パジサイ満開です、おー、いいね、うん、また変化してきましたね、無理やりピンク入れようとしてるから、ちょっと紫混ぜたら、無理があるけど、あの、あれがあるよっていう、ピンクを入れたり、こんなピンク入れるところが、ね、なんか入ってますね、すでに入っております、可愛いですよね、これ可愛いね、ちっちゃい、ちっちゃいのはちっちゃくて可愛い、ありますかね、糸通しがしてください、糸通しつけたら、あ、それ入れます、あ、いいです、引っ張ってまいりました、いいですか、はい、あ、あれがついてるんだ、あ、これもついてるね、うん、つけてる、あ、かわいいね、え、でもいい、どう、やっぱりこっちかな、うん、あの、鏡もありますんで、顔と相談して、そうなんですよ、みんなこう見てるから、じゃあこれが、これをつけてみて、ありがとうございます、これはちょっとね、ちっちゃい感じ、かわいい、これも学校味わえるよ、真ん中、あ、これわざここの2枚にしてもいい、そうです、そうです、あ、そういう手もあるんだ、
なんか二重にしたらこう奥が、うんうん、これこう単純かも、もっと立体的になればいいけど、ならなかったんで、うん、だからもっと印象的なビーズあげようか、うん、ちょっと大きいの使った方がそこは変化が出て可愛くなる、うん、なるほど、ね、これ使うと急にディズニーの忘れちゃうんですよ、ちょっと長くしてあげようか。どの辺でするか。ビーズがね。苦戦中。ここ。ここ。ここでいい。はい。じゃあここから近くして。はい。あ、2個も通った。当然なら1個ずつ取ってね、取れるといいですね。残念で。やっぱりちょっと隠れるかもしれないから、もうちょっとこっちに、ちょっとこっちに出そうか。花火がいいかもよ。どう？はい。お花で隠れてしまうかね、大きい瓶がね。食べるもんね、東京行きでかいおにぎり食べただけよ。行くだけなんですよね。2個にする？ 3 個にする？はいはいはい、つけましょうね。もうつけちゃいますね。はい、お願いします。じゃあ止めますよ。お、かわいいかわいい。うん、かわいい。かわいい。またみんなね、サイトはね、がっつり。水揚げのいいビーズ、あのビーズじゃない、アジサイ。満開満開。水揚げがいいね。嬉しい。雨上がり。焦ってさ、間違いだ。手。だからゆっくりしてゆっくりしてる。これかわいい、かわいいのができる。思いながら。ここあるそこに一本、うん、嬉しい、わすごい嬉しい、食べたね、ね、どこでしたらですね、うん、後からできたらですね、人の子を見て、うん、あ、明日いいんだって言って自分のもっと、ね、なんか食べてみる余裕がないんですけど、うん、頑張ったね、かわいい、かわいい、かわいい、か先生、これね、針山、お家でまた手芸してもらえるように、針山、あ、嬉しい、じゃめちゃ可愛い、頑張った方がいい。いつもはね、喫茶でやってるから、あのワンドリンクプレゼントなんですよ、今日はお祭りでそれができないからプレゼントを用意しました。あ、可愛らしい、嬉しいです、ありがとうございます。あ、これも可愛い、あ、これはきついと思う、これ見る、こっち、あ、小学生にこれ譲ってあげてくださいね、はい、はい、大丈夫です、可愛い、それも可愛い、ご褒美のうさぎちゃん、針山入っとくね、ありがとうねって、すごいね、よかったね、いい、そうそう、向きがね、これゆきりちゃんと、そうそう、こんなのはね、ここに黒いのはね、落ちたりよ、じゃあこれで葉っぱいっていい、確かに、なるほど、じゃあこれ、家で作れますよ、かわいい、そんなもんね、あ、磁石で、ね、だから下に落としたりした時に、ね、こう手でつまめなかったりするじゃないか、こういうとこね、こう、あ、それこそ磁石、あ、じゃあこっちが青でね、そうしないとこのね、付け方がこうなってるから、こうなってる、あ、おばちゃんがした方がいいね、自分じゃ分からんもんね、冷蔵庫にちょっとつけとけるんですよ、ボタン取れた時なんか、これ、うん、これいいですよ。で、お花がね、こうとかほら、ここに一番上に出るところが、葉っぱの方がこうがいいかなとか、こうがいいかなとかあるやろ。どんなのがいい？葉脈も変えてるけど、変えていいですか？はい。葉っぱに、はい、自分で合わせて。はい、今の分かった？言ってることが。はい。こういう感じでつけたい。そしたらね、こういう感じでつけたいから、いや、言うんですよ、お友達から、いいって言ったよ、私、めちゃめちゃ可愛い、はい、ここあります、いいですか、うん、もうお借りして、はいはい、これにします、いよいよ大詰めですね、
ほぼんどいけます。すごいね。捨てがたいけど。これが可愛い、このハリネズミちゃん。これも作られたんだ。ちょっと、それはね、買ったんです。尻尾がね、ハリトギになってるんです。ほんとつけるのの。はい、さん大きくあ、いいですか、借りて。うん。ハリはどこに返したんでしょうかね。ハリは。針山決めた。あ、このね、ネズミちゃんのチュンチュンちゃんのこうね、糸取ってた方がいいですね。はい、つけてもいいですよ。重こを作るやつやろ。次のここに一個も取る。そうですね、はい、長いから。このまま持ってよ。そうだとこのままキュッといったらね、さっき決めたところに行こうよ。はい、かわいい。ちょっと仕上げにハサミ入れてます。はい、ありがとうございます。先生のセンスでどんどん入れた。嬉しそう。嬉しい。で、他人とまた剥がれるけん、このぐらい。このお花につけんとしてね。これ何やったっけ。うちにもあるんだけど。本当です。ちょっと写真撮っていいですか。うん、撮って、それ下付けとか言わない。生け花でピンクと白がありますよね。へー、可愛いですね。ピンクは、うん、なんかね、それこそ小学校あたりまではちゃんと覚えてたんだけど、うん、大人になるとお花の名前がわからない。若いことせんよ、ベタッとつけるよね。今日は絶対いっぱい発見したよ。こんなこともゆっくり見ることないですもんね。よし、ちょっと変わったの分かるかな。もういいですか。ありがとうございます。あ、わー、素敵。赤抜けたでしょ。はい、よかったね。うん、一層インスタ映え。やっぱ葉脈が入ると、そうなんですよ。立体的に、うん、嬉しい。ここ自分でお家帰って、毛羽立ちが気になるようだったら、もう帰られんけど、いいですか。可愛いですか。ここいい、これで。キラッとするのとか塗っても、鼻の縁とか他の縁に。スリコ感が出るし、色止めにもほつれ止めにもなるから、それによるは本当にそうですか。もうちょっとこっちがいいとか、向こうがいいとかあるよ。ここがちょうどいいみたいね。どうですか。いいですか。はい。じゃあね、まだ今ノリ消せるけん、ここがちょっと開いとっけ、ここつけようね。あ、わかった。ちょっと待ってね。あ、開いときに。ちょっと待ってね。これが演出してます。あ、本当。他にも作りました的に、うん、もうちょっと乾くまで待ってください。どんどん増えよるアイテムが、アイテム増えよる。後で乾いたらつけて鏡見て書いてね。最後どこで閉めた。後ろで閉めた。後ろにキュッと通して、どうせね、ここにね、あのどんどんつけるので、ね、よかったね。ね、刺さるところ来た来た、うん、でそこでくるくるって玉止めしてもらって、ね、こんなのするようになるやん。だからね、これにしたらね、しずきつけちゃっていいですか。はい、チクチクするときにピッてつけれるけん、ね、こんな風に大切にずっと使って。ピンク入れたくてしょうがなかったからね。そうそう、初心感です。うん、いい気持ちをピンと待って、ちょっと待って、まだまとまってないけど、いいや、いや、いいよ、いい。思いがこもりすぎたのかな。最後ピンクでしまった。つけて帰ろう。うん、それが一番なくさなくていい、ね、うっかり洗濯しない。あ、そうですね、はい、それだけ。特に夏はね、しょっちゅう洗濯する、ね、ちなみにこれ一回洗濯しましたか。あ、へー、大丈夫だって。あまり言うと、あちこちつけてるとね、すぐ洗濯する。あ、かわいい。あ、嬉しい。かわいい。かわいい。かわいい。すごい。すごい。あ、かわいい。何にもしないのでね、恥ずかしいね。全部自分で作りましたよ。自分で見たから見ておいで。おじちゃんに撮ってもらいよ、ほら。
恥ずかしいってどうしよう。かわいい、上手、笑わんのかな、ね、上手でしょ。はい、鏡見ておいで。いいよいいよ、行っておいで、早くここで、ね、みんなに見せておいで。あ、上手上手、まあ、本当に上手、すごいでしょ。だって何にもしてないで出来上がって、すごくない。あ、いいよ。来てくれた。早い早い。こんなに見られんよね、恥ずかしいけど、よかった。ちょっと動画が一番一番いいね。写真で見ると、あ、これね、ずっと見るよね。すごい。何年生？本当、2年生。2年生。もう二十歳になっちゃうよね。あ、ね、ビールも全部自分で選んでこだわりがあった。上手、かわいい、恥ずかしいね。ごめんね、みんなかわいいもの大好きやけど、ごめんね。おばちゃん負けてしまった、ね、ありがとう、ありがとう。で、ね、お母さんそれに書いてあるね、月2回私たちこんなことしてるんですよ。あ、違う。お父さんに見せてね。ありがとうね。でも席は一応取ったけど。すごいよ。いやー、すごいね。席が。どの辺でしたっけ？鎖骨。そうそうそう。ね、スマホの辺でいいですか？もうちょっと上。もうちょっと近いです。そうですね。もうちょっと上でいいですか？もうちょっと上でいい。もっと上。まあ、好き好きですけど。先生忙しいで結構、後ろどうしたらいいですか？もうね、それでこのこれ、これで大丈夫。ボンドで貼ったんですよね。これ貼るとこれは馴染んでる。あ、そうですね、そうでしたね。これはボンドで貼る。あ、素敵。あ、見て、どうですか？はいはい、私何やりました？あ、そうです。あ、ボンドは素敵です。合ってます。合ってます。わざと白着てきました。素敵、ほんと。いや、素敵です。いいですね。写真撮ってもいいですか？いいですよ。じゃあ私も撮らせていただいていいですか？あ、いいですよ。こっち来てていいですか？いいですか？写真撮らせて。こっち写真いいですよ。ねえ、ちょっと待って。こちらのアジサイになってないと。あ、はい。いいよ。ちょっと待って。はい。自分で。わかりました。あ、これもいいところになっちゃった。いいところ。こう、伝えた。はいはい。ピンなんですよ。はい。ポンポンポンですよ。はい、これが次から、いろいろまた次の。この辺にこう見てください。あ、わかりました。あの、色も好きな方向があるので、やっぱ今日着てるものね。ちょっと誰がやったイメージが。ご自身のイメージがありますもんね。決まった時にピタッとした。そうです。まだ何回も返せますので。あ、ありがとうございます。あ、お、ごめんなさい。ごめんなさい。あと1回目しか乗ってないんですけど、13度、13度、第2、第4、木曜、午後、やった、できた、はい、ありがとうございます。いろいろ合ってるんですね。そうです、初めて来たんです。前回はね、みんな金魚作ったんですよ。こんな金魚。あ、かわいい。かわいい。これ、すごい。赤く生えてる。これ2個作って玄関先置いても、夏の演出が。いいですね。かわいい。私はちっちゃいね。でも今度は実際これ作りたいという人がいる。それのパターンもいいですね。やっぱり身につけるのは花がいいかなって。結構いいです。今日はもう午前中だからね。みんなしたかな。あ、みんなできた。あ、まあ、もうちょっとギュッとこう持ってってもらうよ。できた。はい。くっつく。あ、いいのできたね。可愛くし。素敵。それ。くっつきます。いいやろ。はい。手直しがありました。うん。ギューって持ってた。葉っぱ。そことこ。そこ持ってたら。すごい。くっつくように。ね。これ素敵。素敵も。わざと白のブラウスにしてみました、今日は。こう、グリーン入れるとピンクも融合するんですよね。アナベル感が出る。知らないけど、グリーン入れてます。そう、知らないけど。っていうか、もう、ごちゃごちゃ。でも、それでも、いいと思います。ね。そうそう。アジサイらしい、アジサイ。アジサイらしいですね。迷いの迷いの。あの、多分 T シャツに。そう、色合いが入ってるので、何でも逆に合う。楽な方が合う。ね。
みんな完成です。はい、お土産までありがとうございます。よかったらまた来てください。予約優先になりますので、はい、いいですか、それ私たちの仕事です。お任せください。ぜひ街並みを楽しんでってください。ありがとうございます。いいですよ。大丈夫です。はい、あとやります。上の方にもね、陶器屋さんとか出てます。そうだね。上ってどっち、ね、こっち教育大学側、出光不動産の横かなんかの空き家を借りて、いつも城山のふもとにあるギャラリーさんが天草の若手作家さんの陶器持ってきてるので、5000円ぐらいで選べます。結構いいのが、私も実は朝一買ってきた。お茶碗が可愛かった。こういうペンとかでね、あ、お帽子、あ、後ろ作られたら、ありがとう。帽子にアジサイ、その帽子にこのアジサイ、あ、おめでとう、ありがとう、じゃあとか言って、そう、本当ですね、素敵。ブーティー作りね、もう終わっちゃったの、これね、商品はあるからよかったら買ってください。よかった、はい、よかった。番号は載ってないの。ここで見せるようです。ああ、見せる、いいんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、全然こうそう。